ちなみに陽介さんってやっぱ弾く前とかってやっぱりこう集中とか自分の世界を作られたりするんですか？楽屋とか。だからまあ着替えて、はい、弾く格好になって、はい、さあやるぞという気持ちになるぐらいですね、はいはい、それからあとは、はい、たまに最初に弾こうと、まあ大体基本的には即興なんだけど、そうですね、最初に弾く音を思い浮かべることもあります。あ